ビルヘルムル・ビルヘルムルーは、ドイツの発生学者。当時は比較発生学的研究が主流だったのに、対して、肺に人工的に細工して、その経過から発生の仕組みを解き明かそうとする、いわゆる実験発生学を開いた。イエナ大学で、エルンスト・ヘッケルに動物学を学び、ベルリン大学で、ルドルフ・フィルヒに学ぶ。ブレスラウィンスブルッカハレ等の大学で解剖学の、 教授を務めた。彼の活動は、ほぼ三つの時期に分けられる。彼は、ヘッケルらによる、発生の過程を系統発生を知る手がかりとする、やり方に反発し、発生学は、進化論の下辺ではないと言ったと伝えられる。最も有名な実験は、カエルの二細胞機に、片方の角球を焼いた針を使って殺し、残りの角球を育てて、片方半身だけの灰を得たことである。 彼はこれを解釈して、卵葛によって、それぞれの細胞の分化が決定づけられていくと考えた。つまり、第一卵葛によって、右側の細胞からは、右半身が作られるように決定すると考えたので、ある。また、その理由を、受精卵には、全身の器官への分化を決定する因子が全て、含まれており、細胞分裂によってそれが不平等に分配される。 ことによるものと考えた。しかし殺した細胞を取り除いて、同様の実験を行えば、小さいながらも完全な肺を得ることができることが分かっており、彼のこの考えは過ちであることが分かったが、彼の始めた手法が発生の過程とそれを支える仕組みの解明に多大な影響を与えたのは事実である。彼の弟子にあたるハンス・シュペーマンは、彼の手法を推し進め、 この分野での最大の成功を収めた生理学における基本法則。現代のスポーツや体育のトレーニングにおいてもこの考え方が用いられている。専門的に言うと、簡潔に言えば、体の機能は適度に使うと発達し、使わなければ萎縮し、過度に使えば障害を起こすというものである。ありがとうございます。